鹿児島県道2 1 5号、小山田谷山線から松本本線料金所方面を望む松本インターチェンジは、鹿児島県鹿児島市、石ヶ谷町にある南九州西回り自動車道のインターチェンジである。本線料金所である松本本線料金所が併設されている。松本本線料金所では、 伊住院インターチェンジから鹿児島西インターチェンジまでの区間の料金を徴収する。1998年3月26日に伊住院インターチェンジから鹿児島西インターチェンジまでの区間が開通したのに、伴い鹿児島方面で入り口のみのハーフインターチェンジとして供用を開始したが2002年4月6日の鹿児島道路全線開通時に 熊本方面のランプの供用が開始され、フルインターチェンジとなった。出入り口料金所には、一般レーン及び ETC レーンが8ブース、設置されている。2017年2月28日までは8ブース、すべてが一般レーンとなっており、ETC は使用することができなかった。松本本線料金所で高速道路、 無料化社会実験の際に発行された利用証明書松本本線料金所は、鹿児島県鹿児島市、石ヶ谷町にある南九州西回り自動車道の本線料金所。松本インターチェンジ内に位置する。本線料金所には4ブースが設置されており、ETC レーンが上下線に各1レーン設けられているため、無線通行が可能である。 2010年6月28日から2011年6月19日まで、一気インターチェンジ鹿児島西インターチェンジ間の無料化社会実験が実施されていた。松本バスストップは、鹿児島県鹿児島市、石ヶ谷町の南九州西回り自動車道場にあるバスストップで2010年現在高速バスは一度も使用しておらず、現在は管理用施設として利用されている。位置は、 松本 IC より、鹿児島西インターチェンジ側に所在する。左方向右方向。ありがとうございます。